もうちょっとこっちか。始まりました。はい、こんばんは。こんばんは。京橋テレビ第何回目ですか。第25回ですね。もういつも分からへん。25回目始まりました。はい、この番組はですね、はい、京橋 TV ですけど、大阪は東の玄関口、京橋のおすすめスポットやイベント情報などを配信する情報番組です。はい、今日はいつも通りここ片町カフェからお送りしております。はい、いつもありがとうございます。片町カフェ、今日はちょっと角度が違います。そうですね、今日は背景が違います。地味な変化なんですけど。これ変化なんですか。そうまあ変化というか、今日はね、はい、じゃじゃん、なんだそれは。これなんと、また私に甘いものを与えるんですね。そうそうそう、こんな時間にね。サクラスク、サクラスク、そうそう、桜のラスク、そうそう、サクラスクっていうね、ラスクなんですけど、そのサクラスク、かわいい、ほんまや、桜の形、すごいいい匂いするんですよ。ほんまや、なんかいちご、いちご、いちご、いちごっぽいですよね。でもなんか桜の、ちょっとね、食べると、かじってみてください。ちょっとかじると桜の風味が、桜、桜でしょ。これは桜だ。なんかね、この桜スクはね、うん、東宮古島小学校の授業でプロの人を呼んで、うん、子供たちがね、小学校の子供たちがプレゼンして、そのプレゼンが良かったら商品化するっていう企画が、企画っていうか授業があって、すごい、それで OK が出て、なんと商品化されて、今これ売られてるんですか。そう、それでお店の名前何でしたっけ。どこでこれは売られてるんでしょうか。どこでしたっけ、伊原さん。トリーゴさんです。これトリーゴさん、宮古島にある、中央商店街の、中央商店街にあるトリーゴさんで、今サクラスク発売されてるので、さくら期間限定、中学生が発案した、小学校ですね、ごめんなさい、小学生が、そうそう、発案で、おいしい、すごいおいしいでしょ。うんうんうん、ほんと、トリーゴさん、商店街のトリーゴさんで、うん、なんで皆さんぜひお願いします。はい、これほんとなんかイチゴの感じもするけど、うんうんうん、ほんとなんだろう、桜といえばあれですよね、今ね、うん、造幣局で今日から通り抜けが、通り抜けできるように、桜の、あ、そうかそうか、今日からか、今日からいつまででしたっけ。22位までやってるそうで、もうテレビもいっぱい入って、人がいっぱいでした、で、みたいですね、うん、写真見たけど、すごい人いっぱいですね、うん、明日私見に行こうと思って、なんで亀ちゃん目的でぜひ皆さんも行ってください。じゃあ今日のね、食べながら、はい、今日のメニューを紹介しましょう。今日はですね、9時5分、21時5分からは、新見せたいねのコーナーです、うん、で21時20分からは、うん、宮古島なんですけど、うん、はい、今日は矢崎くんがお休み、ちょっと都合が悪かったということで、お仕事がね、そうそう、ね、区長への第一歩のお仕事が、そうそう、あってね、忙しいということで、今日はなんと亀井ちゃんと谷さんで久しぶりのツーショットが見れるということでね、そうですよ、楽しみにしておいてください。鼻がかゆい、鼻かゆい、なんか言うてる、なんか言うてる、なんか言うてる、なんか噂してる、めっちゃ鼻かゆい、噂で鼻かゆくなる。ほんで35分から、9時35分からは、はい、今日はなんとシンガーソングライターの安田ふとしさんがゲストに来ていただいてるので、生ライブとトークの方を楽しんでいただきたいなと思います。はい、小村さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、小村さん、ラスクってパンですか、桜染み込ませてあるの、桜の花びらついてるの、一個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 、じゃあ、うん、ラスクはパン、ね、お菓子、ラスクはそう、多分フランスパンかな、お菓子になる、フランスパンを切ったのがパン、あ、パン、パンみたいです。そうで、なんか桜の形にカットしてある、桜を染み込ませてあるの、染み込ませてる、なんか上になんかあのチョコレートみたいな感じのをされてる、そうそうそう、桜の、これへん、桜の花びらはついてません、桜の花びらはついてないけど、この形が多分ね、桜の形を意識してるのかなと、うんうんうん、かわいい、花びら、そうですけどね、あ、これ谷さんが食べた、谷さんも食べてる、桜の風味、桜の風 味一押し、そうでしょ、一押し、はい、ではでは、もう早速ね、行きましょうか、次のコーナーに行きたいと思いま す、はい、ではちょっと亀井は一旦、はい、下がりまーす、ということで、見せたいね、ミケちゃんを呼びたいと思います、ちょっと音量大きいです、ミケちゃんお願いします。はい、
よっしゃ。ということで、はい、はい、新規、あ、新いけちゃんの見せたいでちょっとグダグダな感じちょっと忘れてたねさあ、ということで早速、はい、新見せたいね、ありがとうございます、内容に行きましょう。はい、はい、このコーナーは、私、京橋まちづくりワン京橋の池田が、今回から新ということで、うん、京橋、はい、今回からじゃない、すいません、前回からですね、はい、女性限定テーマパーク大京橋の情報を中心にお伝えしたいと思います、はい、あとちょっとした京橋のイベント情報もご紹介したいと思います、うん、はい、聞こえてないです、はい、内容です、はい、で、今週の見せたいなんです、はい、見せたいねなんですけど見せたいねなんですけども、はい、まあまあ女子限定テーマパーク、そうですね、大京橋と、うん、今日はあのイベント情報として100円商店街が京橋中央商店街さんでされるんですよ、うん、その情報をお伝えしたいと思います、はい、はい、それではまず1点目の商店街の100円商店街の情報なんですけど、はい、はい、これを、はい、広げたらいいですか、いいですか、見せてもらっていいですか、これを、はい、あ、こっち側ですね、はい、はい、これですね、京橋中央商店街さん、いつもあの京橋ドームとかあるところなんですけども、はい、そちらの方で、京橋中央商店街100円商店街プラスというイベントが行われます、プラス、はい、もともと100円商店街なんですけども、はい、これあの4ヶ月に1回のペースでされるイベントで、うん、まあ、あの各店舗ですかね、はい、それが100円のものを、店先に出して、うん、そうです、100円均一じゃないですけど、まあ、商店街が一つの100円ショップになるというような、そういったイベントですね。わー、商店街全部が、そうなんですよ、はい、素敵、そうなんです、だからあの服屋さんで、うん、あの柏餅売ってたりとか、あのちょっと ね, ね、あのあんまり意図と違うのもあるんですけども、まあ、そういう感じであの非常に盛り上がるイベントが、まあ、4月27日土曜日、うん、一番月の最終、の土曜日ですかね、うんうん、に、はい、行われますんで、はい、で今回プラスということで、はい、何がプラスやねんっていうんですけど、うんうん、この500円、いや違う違う、500円、1000円商品も100円商店街やのに、そういう商品も出すということで、それがプラスということで、100円、はい、って言うてるけど、そうそうなんです、まあよく先にもよくあるよね、そうなんですよ、はい、そういったところなんです、はい、はい、時間は午前10時から、うん、はい、始まりまして、売り切れごめんということで、はい、午後、ちなみに午後1時からイベントホール前にて、金券2000円が当たる、100円抽選会も開催されます、うん、このイベントホールというのはあの、うん、前いつかご紹介した京橋ドームであるんですけども、うんうん、そこのもう近くですね、すぐ横ぐらいですかね、うん、はい、そちらの方にあのイベントホールありますので、うん、午後1時から、金券2000円が当たる抽選会が行われます、はい、はい、でここにまたライブもされるんですよ、ストリートライブ、うん、その100円商店街100円商品以外にそのライブされるのが、はい、なんとあの前回前々回、うん、来られたあの株式会社エースターの田村さんが主催されて、うん、ストリートライブされるんですよ、なるほどね、はい、田村さんがするんじゃなくて田村さんがピックアップしたアーティストですよね、そうです、はい、田村さんのピックアップアーティストがストリートライブをしてくれるってことですか、そうなんです、はい、田村さんももちろん来られますし、はい、あのイケメン田村さんですね、イケメンの田村さんね、はい、どういったアーティストさんが来ると言いますと、はい、京橋、あ、そうです、先週ね、私あの、テーマパークオープンしたんですよ、そうです、そうです、そうなんですよ、まあ、それもオープンを、うん、そうなんです、オープニングをね、京橋ドームの方からさせていただいたんですけど、はい、その時に、うん、田村さんが、ザ・トリアイズというストリートミュージシャンの方、2人組のもうなんか小袋みたいな、小袋みたいな本当、本当小袋みたいな方らが来られたんですけども、うん、はい、その方らも来られます、うん、はい、とりあえずさんと、うん、ね、気まぐれオムレットさん、女性2人組ですね、うん、はい、とあと吉田アーマンさん、吉田アーマンさん、はい、これが、はい、10時から14時30分まで、うん、午後の2時30分までですね、うん、ストリートライブもされますので、はい、はい、そういったところです、はい、はい、なんで買い物を楽しみつつ音楽も楽しんでもらいたいという感じですね、はい、そうなんですよ、はい、それから、はい、
それでは2点目いきたいと思います。はい、はい、2点目がこれですね。今後、はい、この情報を主なんですけども、女性限定テーマパーク大京橋ついにオープンいたしました、うん、はい、先週水曜日、はい、4月10日にオープンしました、ね、はい、そうなんですよ。この内容なんですけども、はい、これは今回あの私は、うん、まあ、和安京橋の方が中心というかなりまして、はい、まあ、有志企画ですね、うんうん、有志 で、 そうです、ね、あの店舗さんなんかも集めてやっているイベントです、はい、少しでもあの京橋の良さをお客様に知っていただこうと、うん、まあ、極力あの必要以上のご負担なく、うんうん、あの京橋の良さを楽しんでいけるような、うん、そういう、まあ、有志イベントにしてますので、うん、はい、そういったところなんです、はい、で内容、まあ、テーマがテーマパークのテーマっていうのが、はい、まあ、すごくコミュニケーションが取れる街なんですね、京橋。そうなんですよね、はい、そこを押していきたいんですよね。そうなんです、はい、そこを、はい、テーマにしながら、うん、各店舗の一押しと、はい、まあ、プラス若手アートをアトラクション体験していただこうではないかと、そういった内容なんですね。はい、はい、そういった内容です。で、今回、今週は、実際のアトラクション内容を、はい、あんまりあのお知らせしてなかったので前回、はい、ちょっと今日ざらっとご紹介いたしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、1点目が、鳥蔵の隠れ家さん。これ前も言ってるんですけどね、はい、鳥蔵の隠れ家さんの方は、フォアグラ串、フォアグラ串、鳥のフォアグラ串をメインに、あと、希少部位三種盛りと、はい、ドリンク各種と、あの鳥蔵さんはもう本当コミュニケーションが取れる、うん、ザ京橋みたいなお店なので。そうそう、池ちゃんがずっとね。そうなんですよ、もう毎回言うからね。そうなんです、もう皆さんしつこいって言われるんですけども、そうそうそう、もう私はねこんだけしつこく言うのはもう鳥蔵さんはザ京橋なんですよ、本当に。そう、もう池ちゃんの中では京橋イコール鳥蔵の隠れ家なんですよ、ね、そうなんですよ。それぐらいもうほんまに This is 京橋みたいなお店なので、うん、ぜひ、あ、そこで、うん、This is 京橋のお店でテーブル席じゃなくてね、カウンター席に限定で座っていただいて、カウンター限定なんですか。そうなんですよ、カウンター限定で座っていただいて、うん、まあ店舗の方と店主の花木さんというね超気さくな方がおられるんですけども、うん、でスタッフの方ももうこれまた気さくで、うん、そういう方とおしゃべりしながら、はい、そんな楽しみながら、まあ、お料理も楽しんでいただいて、はいはい、それが鳥蔵の隠れ家さんのは1500円になります。そうですね、そのセットが、はいはいはい、はい、鳥蔵さんの、隠れ家さん、そのところで、はい、2点目が原野さん。原野さん、こちらですね、原野さんが書いてるんですけども、はい、原野さんは、パッケリカルボナーラという、うん、パッケリというそのパスタの種類ですね、うん、なんか四角っぽかったんですけど、なんかね僕もちょっと見せてもらったんですけど、うん、すみません、写真なんでちょっと分かりにくいですけども、なんかこんな感じのね、四角い変わった形のパスタなんですよ、うん、それのカルボナーラと、はい、あとなみなみワインといって、はい、あの日本酒ありますよね、日本酒をマスで入れます、マスに入れてこうついでいってこぼれたのをマスで受けて飲むって、マスで受けて、 あんまり知らないですね、まあ、いやお酒甘いの前、知ってる人は知ってると思いますよね、うんうん、日本酒ね、こうちっちゃいのにマス受けて、うん、あのお店の人がついてくれて、うん、もっと入れろもっと入れろって言ってこぼれるんですよ、まあ、それをマスで受けるんですけど、それ以上にもっといけもっといけってマスをもっといっぱいさせるような、まあ、そんなんあるんですけども、そんな感じでここのお店はワインをなみなみワインと言って、うんうん、下に皿をね置いてね、うんうん、ワインがこぼれるぐらいまで入れて、はい、それがあの売りのお店なんですよ。いやでもそれもみんなで仲良くワイワイ飲める感じ。そうなんですよ、はい、そういったパッケリカルボナーラとなみなみワインを楽しんでいただいて、うん、こちらもあの女性まあ限定のテーマパークですので、そうそう、小村さんからもね、はい、これも女性限定かって来てて、そうなんですよ、小村さん、フォアグラってフランス料理店じゃないと食べられないでしょ、焼き鳥屋さんで食べられるんですごいって聞きますよ。あ、ありがとうございます、小村さん、ほんまに嬉しいです、ね、はい、そうなんですよ、珍しいですよ、うん、はい、そういうのがまああのーはい、ね、体験できるというか、うんうん、あまり焼き鳥屋さん行って1500円でねちょろちょろっと食べて出れないじゃないですか、うん、まあ本当に各店の一押しをそれで体験していただくっていうね、はい、まあ、はしごもできていただいたらいいかな、うんうん、まあ、とりあえずまあ話それたんですけど、原野さんはそのパッケリカルボナーラとなみなみワイン、うん、
女性のためにちょっと量ちょっと多いのでね、1人前、うん、で減らして、そのパッケリカルボナーラをイケちゃん絵で描いてきてくださいって小村さんが言った。申し訳ございません。うん、写真のピアも参加しますよろしくお願いします、はい、藤井さん後で後ほどご紹介しますんで、はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。はい、まあ、そういった、パッケリカルボナーラとなみなみワインで1500円、こちらも1500円、はい、で、はい、アトラクション体験できます。はい、で、はい、さっきのね、はい、100円商店街の地図のパンフレットが欲しいって小村さんが言ってるんですけど、それ持って買い物したいからどこでパンフレットを手に入れたらいいんだろう。小村さん本当ですか？ほんまに買ってくださるんですか？これは、ね、京橋中央商店街さん の、はい、ホームページありますので、そちらの方にこれアップしてますので、ぜひそちらの方から、はい、ご覧いただけたらと思います。はい、はい、すみません、では続きいきます、はい、こちらの方テーマパーク第3点目は、はい、セブンデイズさん。セブンデイズさん、もうここからザーッといきますね。セブンデイズさんは、はい、ショットのテキーラとテキーラ、あ、ショットのカクテルをテキーラね、アトラクション体験していただきます。へー、やっぱテキーラはそうなんですよ、ね、それは乾杯なんですよ、うん、そちら値段がなんと0円です。無料です。無料、はい、とりあえず来てくださいとのことでね、とりあえず来てもらったら楽しみ、はい、そうなんですよ、無料ということで、私もちょっとびっくりしたんですけども、うん、まあ来てくださいって、とりあえず雰囲気味わってくださいということなんで、うん、はい、はい、ショットグラスが無料ということで、はい、はい、楽しめます。はい、はい、3点目は、はい、3点目は写真のピュアさん行きましょうか。写真のピュアさん、写真のピュアさん、はい、写真のピュアさんは、そちらもコメントくれてて、はい、ありがとうございます、はい、藤井さん、写真のピュアさんはストラップですよね、写真を、あー、ありますね、はい、スマホで撮った写真をお店に持ってきていただいたら、はい、ちっちゃいこういうね、写真入りのストラップみたいな、うん、はい、うん、これ今、まあ母の日が近いとか、ね、あ、まあ子供さんのなんか入れたりとか、うん、それをまあ作って、うん、おばあさんに渡したりとか、ね、逆に、ね、おばあちゃんに、そうですね、おばあちゃん、逆におばあちゃんが自分の娘、うん、孫のを取って娘さんに、いいですね、家族間で交換とか、素敵ですね、そういう素敵な商品、商品というかアトラクションを、はい、こちらの600円で、600円で、はい、体験できます。それもお店に行って体験しに来ました、はい、と言ったら、そうですね、はい、体験できます。はい、3点、はい、今4点目かな、もう5点目、はい、京橋 TV、 京橋 TV は、はい、こちらお越しいただいたら、そうそうそう、アトラクション体験でここの席に座っていただきます。一緒に見せたらいいんだよね、はい、一緒に見せたらいいんだよね、それが京橋 TV のアトラクションとなってます。はい、はい、来てください。あとはね、京橋中央商店街さんは、はい、定期的にライブさせていただきます、京橋ドームの方で、うん、それをお客さんが見ていただいて体験ですよね。ああ、なるほどね、はい、そういう体験、体感ですね。そうなんですよ、体感していただく、素敵素敵、はい、で、ラ・パルモアさんはアートフラワー前回、はい、前回お伝えしましたよね、はい、母の日の、はい、体験講習みたいな感じですかね、うんうん、まあ、アートフラワー、そうですね、作ってお花を作って、そうそうそう、こういった感じですけどね、はい、そうそう、体験しに来ましたって言って、ここは講習費の1500円が500円オフになるんです、ね、はい、そうなんですよ、はい、はい、で、ここには載ってないニューなんですけども、うん、京橋経済新聞の大場さんおすすめの、はい、シアンさん、はい、私伺いまして、うん、シアンさんはすごく体に無農薬のお野菜とかね、いろいろ素材を使われて健康にいいというような、それをまあ重視、まあ本当に女子力向上っていう、そうですね、まさにそのところなんですよ、そうですね、女の子はね、こちらの方でロージュースってあるんですよ、ロージュース、まあ本当に無農薬ですごく体にいいジュース、うん、それを今回もうちの一押しやということでアトラクション体験していただく、はい、こちら550円で体験できます。まだちょっとアップしてませんので、今のところはまだオープン、アトラクションオープンにはなってないですけども、うんうん、今後順次オープンしていきます。はい、はい、あと1点は最後、秋分堂さん、はい、京橋中央商店街の手前の新京橋商店街さんの中の方であるんですけども、うんはい、そちらの方のは、アロマのお店なんですけども、うんうん、アロマを使って、うん、香水なり、うん、マッサージオイルなり、そういうのを作る体験をさせていただきます、はい、させていただくとかしていただきます、アトラクション体験ですね、はい、こちらの方は、うん、1500円で体験できますので、へー、はい、すみません、こちらの方ね、まだアップしてないので、うん、
アトラクションオープンにはなってません。来週には絶対オープンします。はい、はい、こういったところです。でもアロマね、女子が喜ぶから、はい、そうですね、はい、それでは今週のおさらいです。はい、おさらい。はい、京橋商店街さん、100円商店街、はい、4月27日土曜日、はい、午前10時からオープンいたします。はい、はい、皆さん来てください。あと、はい、女性限定テーマパーク大京橋、はい、大京橋、はい、こちらの方、毎週水曜日、はい、京橋ドームの方で、はい、夜8時から、はい、私1時間ぐらい座ってインフォメーションしたいと思います、うん、はい、はい、またインフォメーションしてね、広報活動しようと思ってます。お暇なら、お暇というかお時間許すなら、はい、お越しください。そしてプラス、水曜日の方、京橋大英の方で8ストリートってあるんですけど、うんうん、無料の、はい、はい、あちらの方にももしかしたらブースを出させていただけるかも、うん、はい、イズムの小坂さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、池ちゃん、お願いします。はい、インフォメーションしたいと思います。はい、でね、はい、でね、100円商店街もう離れてますが初参加します。で、三津子富士さんが、あ、いいですね、三津子富士さん、はい、写真のピュアの、はい、奥様、三津子様、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、見ていただいてありがとうございます。小村さん、京橋商店街のホームページ見るとすごい人ですねって。人いっぱいなんですか、100円商店街。そうなんですよ、100円商店街って、ほんまこれでもかっていうぐらい人集まりますね。はい、前回、はい、参加してください。でね、前回テキーラうまいって言って、ま、飲んでましたねってみんな。そうですよ、はい、そうそう、セブンデイズさんのテキーラね。そうなんですよ、そうそう、すごい美味しかったね。それがね、無料で体験いただけますので。無料よ、無料、みんな来てね。女性の方、はい、ね、日頃ストレス溜まってます。ストレス池ちゃんが言う発散解消しに、はい、セブンデイズお越しくださいませ。はい、お越しください。はい、こういった詳細は、はい、和安京橋のホームページ、そしてフェイスブックページちょっと作ったんですよ、はい、今度はもう詳細載ってますので、池ちゃんの写真が見れるよ。見たくもないって、はい、なんでそういうこと言うんですか。はい、ご覧ください。はい、お願いします。こういったところですね、はい、はい、また来週はテーマパーク情報と、はい、あと小さい、小さいじゃないですけどね、はい、京橋面白いイベント情報をお伝えしたいと思いますので、はい、はい、それでは、京橋まちづくりは安京橋の池田がお送りしました。はい、見せたい年のコーナーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週。でね、小村さんがなんか池ちゃんの紹介するところは女性限定が多いんじゃないですかって、奥さんが焼き餅焼きますよって言ってますよ。あ、奥さん大丈夫ですか。私相手されてませんので大丈夫です。大丈夫です。パラパラ、私これに行きますのでよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。やっと、はい、ということでですね、アノミーさんも予告もなく押しかけました。片町カフェということで、片町カフェに来てらっしゃいます。ありがとうございます。今日ね、そう、めっちゃ人多いですね。ということでね、次のコーナー行きましょう。次のコーナーはなんと久しぶりのツーショットが見れます。宮古島のコーナーです。お願いします。京橋 TV の大沢が12分もいただけるということで。少ない。谷さん、久しぶりですね。ね、何してたんですか今まで。ということで宮古島をお送りします。早速スルーされるって。先ほどね、オープニングで話してました、桜の通り抜け、はい、京橋経済新聞紙さんで掲載されております。もうちょっとで出るかな。で、やっぱり満開まだちょっとくぶ咲きぐらい。僕も明日行きます。あ、そうなんですか。はい、私も何時ぐらいですか。わかりません。一応5時に仕事終わって、あ、夕方からファミリーで行きますので。あれ、夜もやってるんですね。はい、夜もやってます。ファミリーで行かせていただきます。私は昼から友達と行かせていただきます。小村さん、私は男なので女装していきますということです。大京橋、ありがとうございます。池ちゃんはね、女性限定が多いっていうことなんですけどね、いろいろ考えてみたんですけど、やっぱりね、女性限定のイベントの方がやっぱりね、経済効果上がるみたいです。この間のニュースでね、女子会のすごい経済効果がすごいっていうニュースも流れてたんで。女子会なんですか。やっぱ女性ってお金使うんですかね。じゃあ女の人がやっぱ財布持ってる時代なんじゃないですかね。どうですか、ご主人たち、ね、出費しやすいんかな。あの、旦那さんは結局小遣い制で月3万円とかで頑張ってるけど、奥さんは財布も握ってるんで、やっぱ奥様たちと美味しいランチをいただいたりとかいうのもあるみたいですね。
そういった感じでやっぱり女性がやっぱりお金を動かしてるんで、大京橋も女性限定ということで、またね男性限定のイベントもなんかね作りたいなと思う、せっかくなんでね、うん、やりたいなと。池田さん頑張れ、谷さんとタッグを組んで。小村さん今もう散り始め近いんじゃないですかということなんですが、通り抜けに咲いてる桜はねちょっと時期がずれてるんですよ、うん、遅いから最後のねみんな見納めで来られるんですよね、うん、ね、この中でももう行かれた人はいらっしゃいますか。通り抜け行った人、今日からの通り抜け行った人、まだです、まだ一人はい、まだでした、明日からです。咲く前に行った。みんな咲く前に、結構海外の方とか造幣局のそのツアーでも組まれるぐらい有名みたいですね。そりゃそうでしょ、私今年知りました。今年で130回目。へえ。ちょっと覚えてないんですけどね。で、宮古自慢の場を借りてこちらから告知しないといけないことが2つあります。はい、1つ目、あ、島浩二さんがチェックイン、こんばんは。島浩二さんありがとうございます。宮古島区 TV と京橋 TV プレゼンツで、京橋ユーストリームフェスタというイベントを開催することになりました。おお、なんか大結構、ね、大規模な規模がでかいイベントになりそうです。うん、京橋中央商店街さん全面協力のもと京橋ドームで、朝の9時から夜の9時まで配信します。うんうん、はい、結構な長い長丁場です。長丁場線間2時間休憩入れるんですけど、まあ、ダラダラと配信しようかなと思っております。そこでね、もしユーストリームの配信したいなって思ってるお店の方とか、うんうんうん、個人配信したいなと思ってる方いらっしゃったら、僕の知識でよければ全てお分けいたします。僕もあんまり知ってるわけじゃないんですが、谷さんを吸収しよう。それとね、同時開催で、こんなイベントをやります。自撮り大阪京橋、はい、2013年5月3日、自撮り大阪京橋というイベントを同時開催します。へえ、何ですかこのイベントは。要はね、大阪は京橋のいいところをみんなで写真撮ってソーシャルストリームに流そうよと。あー、みんなの写真展ですね。はい、右下に書いてある通りね、 Twitter とか Facebook とか Google プラスなんかにハッシュタグっていうねものをつけて写真を投稿していただくと、あー、インターネットを使って。そうです。まあインスタグラムとか、皆さんね、いろんなのをスマホとかデジカメとかで撮った写真をハッシュタグつけて投稿してほしいんですよ、 SNS で。これだと気軽に用事があっても合間で参加できますよね。そうなんですよ、その場にいなくても。あ、カクッチョさんがそのユーストリームフェスタ、これの1個前の、あー、取材してくださるんですね。取材と言わず出てください。お待ちしております。12時間ありますんで。ウェルカム。小村さん、12時間配信ですか？見れるかな？はい、ちょいちょい見てください。ちょいちょい見てください。ずっと見ろなんて思わないんで、こちらも。感じですね。一応ね、宮古自慢で紹介しないといけないことはこれで以上です。以上です。なので、あと5分ちょっとのんびりと。のんびり。どうですか、裏方に回ってからは。え、なんで笑う？あ、ダメ、これダメ。いや楽しくね、やらせていただいてます。どっちの方がいいですか、喋る方と、まあ、見る方と。裏の方が面白いかな。久しぶり、ちょっと緊張します。いや、別に緊張はね、さすが。もう緊張はなくなってしまったんですけどね。やっぱ長は違う、心意気が。なかなかね。あ、またむねさんも現地イン、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はいっぱい人がなんか先週も多かったけど今週もめっちゃ多いですよね。カナマンズカフェ、現地視聴者が圧倒的に増えてきましたね。今日15人もうほぼ満席。え、満席というかもう席ないですよね。そうです、みんな立ち見で見ていただいてます。ありがとうございます。ちょっとね、今日カメラが遠いんでね、ちょっとあっちに見ていただけないんですけど、こうしたい。めちゃめちゃね、現地来ていただいてます、ね、いろんな年齢層の方が、ね、
あとはね、その当日ユーストリームフェスタ、京橋ユーストリームフェスタでいろんな、アーティストさんとかにもね出てもらう予定にしてます。ドームが、12月25日でしたかね、クリスマスの配信を京橋 TV でさせてもらってるんですけど、あの極寒のね、あそこ今度は暖かいんで、ちょっといい音響の中でアーティストがライブしてもらうっていう感じになります。一番いい温度の時に、ね、ジェイタさん、宮古自慢神奈川支部了解、はい、神奈川支部了解。谷さん、裏に回ってから格段に構成がアップしましたね。まあ僕がのんべんだらりと喋る時間がなくなったという。いや、京橋もいろいろ、もう半年くらいですよね、京橋 TV。 京橋 TV 11月、10月末ぐらいからね、させてもらってるんで、11、12、1、2、3、4、そうですね、もうちょうど半年ぐらい。でも半年経ってフェスタやらなんやらいろいろね、特番がねちょっと増えてきてる。そう、5月結構多いですよね、イベントと特番と。まあエンディングでもね最後2人に発表してもらおうと思ってるんで、結構あのイベントもあるんで、もう5月忙しい、ね、忙しい本当に。あったふた、でもめっちゃ楽しみです。めっちゃ楽しめると思うので、また詳しくエンディングで。結構ね、はい、5月大変です。はい、でまあ5月6月と行って、7月末ぐらいからね僕が離脱すると。え、そうなんですか。え、言ってました。ちょっとね、個人的な事情で。あれですね、1回だけで、1回というか数回だけですよね。まあ2ヶ月半ほどお休みをいただく形になるんで。そう諸事情で、あ、そうや。皆さん頑張ってといった感じです。小村さん、京橋ドーム天井開けてもらうと涼しいかも。そうですね、当日は京橋ドームの天井を開けてもらうっていうイベントもやってもらおうかな。でもなんかこれ鳥の糞問題があるらしく、ずっと長時間開けてたらって、さっと開けてさっと閉めましょう。、ね、ではまだあと3分、まだまだ行きますか。どう、この時間を持て余す感じ。久しぶりのね。久しぶり、本当に普段はね結構おせおせなんですけどね、今日は時間を持て余してます。いや、なんか谷さんとこの感じが久しぶりね。えで僕も何喋っていいかわからない。来週のゲストはね、言わないでおきます。かくっちょさん、ボランティアでそこまでやっていいの。今のとこボランティアです。はい、今のとこです。ただまあ今後はボランティアになるかどうかわかりません。いや、怖い、どういうことや、怖い。本当にね、今日片町川で人多いんですよ、マジで。気が散っちゃいますよね、いろんなとこで会話が勃発してるから。マイクのね性能のおかげでうまいことね、ここしか声拾ってないんで、あ、そうなんや、周りの雑音あんま聞こえてないはずなんですよ、聞いてる感じだと。あ、これね。でもね、僕らが聞いてる感じだとね、すっごいうるさいんですよ。ベンタックス、そう、雑音、運転うますぎでしょとか、なんかよう分からん会話が。雑音がね、ひどい。鳥インフルエンザは注意ですね。そうですね、鳥インフルエンザ大変ですからね。あ、今ニュースになってるからね。じゃあ残すところあと1分ですので準備入ります。じゃあマイクまた動かすんで、亀井ちゃんは、まあ、カメラに向かってジェスチャーでまたやってください。はい、久しぶりですねこの感じね。
駅前の路地を少し入ったこの場所で草焼きが嘘うそを生い茂るこの場所でどこか遠くの国に来たようなだけどいつもと変わらない僕は茶色の上沈みゆく夕日に照らされたこの街よ恋しくなるだけど今はそれも僕のものではないのね行くだろう笑い声なんかもういつかは忘れるだろう だけど今の僕はまだまだそこへはたどり着けそうもなく僕は一人君が僕にかけてくれた言葉がまた僕を泳ぎるだけど今は僕の流れしか聞こえてこないもう飲んでも恋せ薄めて泣くならでボロボロにならでも僕は頑張りやしないさ聞いたこともないレコードが流れ店で白くて太った猫がぶらつくこの店で込み上げる思いをそれを包むここの空気はいつも優しくて僕は一人
さらっとねちょっと紹介したいと思うんですが、世界を一人で旅をし、2010年ファーストミニアルバム旅に出ようぜのリリースを皮切りに全国で100本近いライブをこなし、ワンマンライブでは超満員大盛況、昨年は FM802 で曲がオンエアされるようになり、南ホイール2011にも出演しましたということで、神田さん、最後に神田、はい、ね、すごい力、なんか、はい、あ、キャップがありますよね、爽やかな感じ、お力強いバーンとした声が響く感じで、チャイを飲む全然ちゃうから、ね、なんで何までもしゃったのって、チャイを飲むって、はい、全然なんか聞かないフレーズじゃないですか、はいはいはい、チャイを飲むっていうその単語がもうすごいずっと頭の中に流れてて、ありがとうございます、はい、すごい印象的な、はい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 、歌詞がすごい印象的ですよね、ありがとうございます、はい、なんか、うん、さっきのご説明の旅に出たって、はいはい、世界中を旅に出た、そうそう、どこ行かれたんですか、ね、うん、最初に行ったのがベトナムでして、はい、ベトナム、はい、それがね、とりあえずあの初めての海外で、初めての海外がベトナムって結構ファンキーですね。しかもね、一人だったんですよ、僕一人でベトナム行って、そこにバックパッカーってやつですね、そうです、バックパック背負って行ったんですけど行きの、あの飛行機でね、はい、なんか隣に来たおっちゃんが、うん、おっちゃんとめちゃめちゃ仲良くなって、へ、で、めっちゃ意気投合して酒あの飲みながらずっと語り合ってたんですよ、うんうん、でそのおっちゃんはどうやらその船長、もともと船長で世界中をなんかその、なんかもう戦争、おっちゃんが船長で、なんか貿易とかの仕事でね、うん、世界中回ってはる方、うん、で、もう引退して今からちょっとベトナムの友達のところに行くんだっていうのを聞いたんですけど、ところで君は誰か向こうにいたらいるのかみたいな言われて、で、いや僕一人なんですよって言った瞬間にそのおっちゃんがね、うん、震え上がりだして、って君ベトナムを知ってるのかみたいな一人で行くのありますよね、で、なんかと思って、でなんか何とかしてほしい、何とかしてやって感じじゃないですか、おっちゃんに、うん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 、けどなんか空港を出たらなんかおっちゃんのなんかその待ってるな何々さんみたいな髪持った人がおって、うん、僕はそのままバイバイみたいな感じで見せられて、そうなんですよ、だからそのまま一人で行ったんですけど、なんかもうそこから急になんかもうその原因不明の腹痛がね、何も食べてないのに急にもうほんま、やっぱ海外のストレスがそうです、なんか精神的にやられて、でまあホテルまで連れて行ってもらったんですけど、うん、その現地ガイド、なんか最初ホテルだったんだね、うんうんうん、そのなんかもう出れなくて怖くて、すごいなんかジャンキーなとこで、ジャンキーなところ、なんかもうすごい喧嘩とか普通にしてるんですよ、その辺で、バイクとかもブンブン通ってて、はい、そんな感じでしたね、最初初っ端からちょっと苦労が、そうなんですよ、なんか得たものとかありますか、世界を旅して何年ぐらい行ってたの、ね、何カ国ぐらい行ってたのかもしれない、ね、ですよね、まあ、ベトナム行って帰ってきて、はいはい、あ、一回帰ってきたんですか、そう、まあ、世界ずっと行ってたわけじゃなくて、うんうん、まあ、行って帰ってきてお金貯めてまた行ってみたいな感じなんですけど、うん、あとね、その次に行ったヨーロッパだったかな、ヨーロッパでフランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクっていうところに一人でずっと回ったんですよ、ドイツにいとこが住んでて、うんうんうん、でそこをまあ拠点というかまあ最初と最後だけ、うんうん、そこに泊めてもらって、うん、あとは一人でもうそのフランスとか行ったんですけど、へえ、はい、なんか、はい、旅して得たもの、得たものね、やっぱ曲はできますよね、でもほんまにね、全然あのこっちにいるよりもうんできます、なんか、はい、受ける感動とかが多い、あります、あります、印象に残るものとかが多い、ヨーロッ、なんかね、とりあえずヨーロッパはすごいね、いろいろできましたね、あとね、あの、はいはい、そのいろんな各国を回って、はい、小村さんが、はい、ベトナム語も喋れるのって言語はどうなんですか、全然喋れないですよ言語は特に習得せず、英語でまあ一応なんとなく喋るんですけど、うん、もう前もって予習、前の日にホテルとかでね、予習して、うんうん、明日は多分この言葉を使うだろうなっていう言葉をわ予習して、うん、でも言うんですけど、うん、もうベトナムとかほんまね、なんかもう喧嘩腰なんですよ、結構喧嘩腰とか、みんなね、すぐぼったくるんですよ、ぼったくるんですよ、もうめっちゃぼったくってくるから、もうそれでなんか喧嘩とかしてるうちに、なんか慣れてきますよね、うん、があってのファーストミニアルバム、はい、旅に出ようぜ、はいはいはい、そうですね、ドンピシャリなライブ、そうです、これで
全国年間100本近くライブをされたって。そうなんですよ。それまあそうですね、100本で結構すごいですよね。しましたね、年間ね。なんかとりあえずね、うん、数こなしたれと思ってでまあ最初だしなんかいろんな人に知ってもらいたいっていうね、うん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 、感じで、まあ、100本やって、うんうん、でまあ、その集大成とか、まあ、そこでそうやっていく中で、うんうん、そのまた曲ができたりとかして、うん、でその次のアルバムにつながるっていう感じなんですけども、はい、音楽をやりだしたきっかけっていうか、いつ頃から音楽の道を目指そうって思う？まあね、とりあえず曲作りとかは中学校ぐらいからやってて、でまあ高校の時にね、なんか友達と3人ぐらいで、なんかなんてトリオっていうんですか、なんかバンドでもない、バンドなんですかね、あれ、なんかやってて、でそっからなんか、まあ音楽結構いい感じに、なんかそう地元ではちょっと今、ほんま田舎なんですけどね、なんか夏祭りとか老人ホームとかで受けたりとかして、デモテープ作ったらまあ結構売れたりとかして、でまあなんかいい感じになってて、調子に乗るとこれはいけるんちゃうかなと、もっと本気で目指していってもいいんちゃうかなっていうことで、はい、でまあちょっとやろうって思ったんですよね。じゃあもう学生の頃から目指されてる、はいはい、そうですね。音楽をする上で挫折というか、ちょっとくじけそうになった時とかはありますよ。何回もありますよ、それは。うん、なんかね、それはもう皆さんその仕事なんかね、サラリーマンとか、まあ、何してはる方でもそうですけど、やっぱり挫折はしますよね。どう気持ちを切り替えてその挫折を乗り越えたんですか？なんでしょうね、なんか、なんやろう、まあそれこそ旅であったり、やっぱり自分を見つめ直す時っていうのが必要で、やっぱ一人になった時に、あ、これはあかんってなったりとか、例えばなんかね、その挫折して田舎に帰ったりするわけです。田舎でも京都のめっちゃ山奥の田舎なんですけど、その田舎に帰った時に、その初心に帰って、なんかあかん、こんなところ来てたらあかんと思って、ほんでやっぱり俺は大阪で音楽をやろうと思ったみたいなことをまた再確認して、すぐ次の日の朝に帰ってきたりとかしてね、自分に刺激を与えて。そうですね、そうですね、刺激というよりもむしろなんかその、なんですか、マイナスな方、マイナスな方、何もしない時にやったな、あそうなんですよ。マイナス、マイナス、マイナスじゃない、マイナスじゃない、でもあれですよ、マイナスの状況の中で、そうです、そうです、そう、見出すってことですよね。ゼロに戻るプラスの、ゼロに戻る、そうそうそう、見出してゼロに戻って、その向上心がね、そうです。今多分夢を追いかけても、その周りを気にして、貫けない若者ってすごいいると思うので、安田さんみたいにこうやって頑張ってる方すごい心強いと思います。ね、ね、いっぱいね、ちょっとね、海外についての方の質問がいっぱい出ます。もうやっぱね、一人旅ということでね、なんかね、旅ネタはやっぱりね、食いつきがね、いいんですよね、みんなね。ベトナムも南北で言葉が違いますから大変ですねって、小村さん。いや、もう全然わからないです。僕ホーチミン、南しか行ってないんで、はい、そうなんですか。ベトナムはどれくらい滞在されたんですか？いや、もう5日間ぐらいですよ。あ、そうなんですね。そうです、そんなにだって最初はやっぱりね、ちょっとずつ感じ、あと、はい、英語はどこでも通じたんですかって小村さん。あ、ね、そうでもなく、そうでもなく、やっぱフランス人ってね、英語喋りたくない、もうフランス人は自分の国の言葉に絶対的なその自信を持ってる人ららしくて、フランスは通じひんでみたいなこと言われてたんですけど、やっぱりね、通じなくて、ちょっと苦労しましたね。じゃあフランス語で。いやいや、もう全然喋れないから、身振りジェスチャー、まあ言ったら僕も全然英語喋れる人間じゃないんで、簡単なそのバーンとか、ビールじゃない、まあビアみたいなね、単語で。そう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 。あとですね、あと海外で命の危険を感じたことはありますか？絡まれるんですよ、やっぱり。なんかね、その、まあ、ベトナムでぼったくられたっていうのはそこは命の危険はないんですけど、例えばそのなんでしょうね、アジアはなかったかな、逆にアジアの方がなかった。アジアはね、まあ、僕もそんな危険なとこ行ってないんで、アジアにはないんですけど、やっぱヨーロッパとか行ったらね、駅前とか行ったらなんか、やっぱ若い、どこでもそうなんですけど、ヤンキーがおるんですよ。
地元民のやんちゃボーイたちが、やつらがそのアジア人へのちょっとね、そのアジア人をバカにしてるみたいなところがあって、ほんでなんか、おい、あいつ行け行けみたいな3人組ぐらいの若い男の子たちがフランスとかで駅前とかでそのなんか言ってくるんですよ、バーって。ほんならもうそういう時はもう全く僕も言葉もわからないし、もうだから全く無視して歩きながら、で最後にノーって言ったら、もうなんか向こうもあの下がってると、まあ、あのね、あれなんですよ、だからそういう時の僕ってやっぱりほんまに一人やし、もう必死なんですよ。必死な人間ってやっぱりね、伝わるものがあるんですよね。やっぱなんかね、そのもうほんまにもう知らん知らんみたいな感じで、知らんというかそんな全く興味がない、ビビってもないから、こっちも。そう、そんなことよりもなんか自分は前に行くんだっていう気持ちがあったら、やっぱりね、みんな下がっていきますよね。小倉さんが、クラル弁はフランス語に近いから練習しておいてください。お練習しておき。クロコラブさんがね、はいはい、こんばんにゃーって今入ってますね、はい、こんばんはあとですね、さっきの曲について小倉さんは、はい、叫びのところの歌いいですね、はい、あと、アノミーさんもパチ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 、はいはいはい、言ってます。結構ね、すごい今のトークの間にすごい、すごい、いいっすね、優しい曲が多いですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。2曲目、早速行ってもらいましょうか。はい、はい、ではじゃあ行きましょうか。はい、はい、準備お願いします。はい、では2曲目、じゃあヒーローっていう、新曲を歌います。素敵な仲間と出会う旅、僕らはまたひとつ世界が広がるんです。笑って話せる言葉足りないけど、だから今日も僕らやるんです。できない
バッバキューンみたいな感じですか。あ、バキュートラムってやってくる。なんかね。なるほど。すごいですよね。ドラムボールはだって海外。あ、そうなんだ。ねー、ということで。ちょっとね、僕その前にね、一つ言っていいですか、はい。ハプニングが起こったんですけども、はい、本番前に実はこうやって普通に喋ってますけど、僕ポチさんにもさっきね、ちょっとね、どうしようどうしようって言ったんですけど、気にせんでいいよって言った。僕ね、ちょっとストレッチをしてたんですよ、うん、ストレッチをそこでしてたら、うん、なんかちょっとね、ズボンが破れまして見ますか、ちょっとごめんなさいね、ご飯中の方。もうね、ここがね、前はあかんんですかな。ちょっとね、お尻もかなりね、いい感じにいってて、破れてるんですよね。いやー、ばっくりしてる。どうしよう、ほんまやばいでしょ。いやー、どうわ、ね、かりますか。すみません、何を見せとんねん。すごい、どうやって帰るんですか、今日。どうしよう、だからここからここに来るまでがどうしようと思って、皆さんにね、失礼かなと思って。気づかなかった、もう今日もしもししながら。だからもうポチさんになんかちょっと撮ってほしい、撮ってみたいな感じで言ってたんですけど、そうそう、あんまりね、動きたくない。そう破れて、もうだからもう今からはもう全然ね、恥ずかしくないんですけども、全然見えてないですかね。全然見えてないですかね。みんな見えてないから大丈夫です。はい、見えてないですね。もうめっちゃ破れてるんですよ、だから。そう、そんなね、めっちゃ破れてる安田さんの告知をしたいと思います。CD がですね、はい、今新しいのを作ってるんですよね。はい、そうなんですよ。今レコーディング中でして、うん、もうさっきの新曲、そうですね、さっきのも入ってます。さっきのヒーローっていう曲が入ってる CD を今作ってて、そうはい、バンドでずっとまあやってまして、はい、でその前回の日常っていうタイトル、まあ、言ってないですよね、今日。そうですね、日常っていうタイトル後で言うんですけども、アルバムが、はい、去年出まして、4月にファーストアルバム、ファーストアルバム、2作目のファーストアルバムですね、うん、で、それのツアーが8月に終わって、で9月からその新しいメンバーで3人で、うん、はい、ずっとまあ曲作りとかライブとかをしてまして、でまあ、その集大成として大阪での、その3人のメンバーの集大成として、今のレコーディングをしてて、もうすぐ撮り終わるんですけどね。そうなんですよ。で、出るのがちょっとまだ未定なんですけども、そうなんです、まあ、夏ぐらいかなっていう感じですね。夏をめどに、じゃあまた発売日が決まれば、そうです、ケバシ TV でも来ますよ。来てください、もう呼んでくださいよ。ありがとうございます。で、はい、今リリースされてるのが、うん、そのさっきも言ってた日常っていうね、アルバムで、はい、画面出ますかね、日常っていうアルバムですけど、なんかフライヤーが持ってくるの忘れましたね。いや大丈夫ですよ、画面に出てくれると思うんで、はい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 、そっちの方が昨年4月にリリースされて、はい、10曲入り1500円。そうです。で、1曲目に歌った、そうですね、こちらです。そうです、こちらです。ちょっと画面が出るまで、出るまでこちらですね。チャイを飲む、そうそう、1曲目のチャイを飲むという曲も、1曲目に入ってます。はい、それもまあ全部バンドバージョンなんでね。はい、基本、はい、何ですか、グラフィックがおしゃれですよね。おしゃれでしょ、これプロのデザイナーさんにね、すごい作ってもらって、 CD のそのデザインとかも全部デザイナーさんにやってもらったんですけど、はい、おしゃれ、はい、全部バンドバージョンで入ってますんで、はい、ぜひぜひ。小村さんが替えズボン持ってきてますか、帰れますかって。帰れないですよ、どうしましょう。もうでも暗いから、電車の中やったらちょっと。そうです、今日何で来られたの。電車です、どうしよう。ああ今日は電車だったの。結構距離なんですよ。カバン置いて、カバン置いて、これがデザインやで、バリの。あ、そうですね。そんなやつ、池ちゃんもズボン交換してもらって、もともと破れてますけど、何かみたいな感じで。なんか布かなんかちょっとね、もらって、はい、なんか昔、京橋に結構通われてたみたいな。そうなんです、僕京橋でずっとね働いてまして、うん、何年か前まで、うんうんうん、店の名前と言って大丈夫です。1号線沿いにある新世界もつ鍋屋の京橋店っていうとこでずっと働いてたんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。だから京橋は僕来たんですよ、よく。どうですか、京橋のイメージというか。京橋はね、今ここの場所はちょっと京橋の外れで、まあ、ちょっと、あれですよ、閑静な住宅街みたいなところにあるんですけど、うんうんうん、もっと雑多なところでね、うん、そのもつ鍋屋があったのは、あるのは今もあるんですけど、なので僕そういうイメージですよね、うん、もうなんか雑多というか、うんうんうん、ちょっと大人な感じの店とかいっぱいあったりとかしてね、うんうん、そうなんです。だからこんなとこもあったんだっていう、ね、意外性がありますよね、うん、そうですよね。京橋イコール居酒屋っていうイメージを壊したい。壊したいですよ
したい。あ、いいね、結構ね、で綺麗なお店が今、うん、あ結構いっぱい、おしゃれなお店とか、こっち側だけど結構おしゃれスポット多いですね。そうですね。あ、今こちらの日常、はい、アルバムの日常の画像が出ました。今、はい、出ています。なんで皆さんぜひお願いします。お願いします。あ、そう、全国の CD ショップ、そうですね、 Amazon でも、Amazon でも買ってもらえますし、はい、全国の CD ショップで、はい、買えますんで、ぜひ東京とか大阪とかだったらのお店に多分並んでると思います。安田ふとしっていう、札が 棚にちゃんと並んでると思うんで、はい、はい、福岡とか北海道ももしかしたらあるかな、うんうん、まあ、はい、ない場合は、まあ、取り寄せてもらって、そうですね、いいですかね。はい、はなはな小野真紀子さんも一押しの、そうです、うん、すごいでしょ。はなはなってあのはなはなさんですよね。あのはなはなですよ。あらあら、すごい太鼓判、はい、いいんですよ、はい、でそんな安田さん、ライブの今後の予定も決まっていまして、はい、一番近いのが4月の23日火曜日、そうですね、来週の火曜日、はい、来週の火曜日、重曹ファンタンゴですね。ファンタンゴ、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 すいません、ファンタンゴですね。ファンタンゴで、ファンタンゴっていう、そのすごい老舗のね、昔もうウルフルズとかがもう有名だから、まあ、とりあえず大体のロックバンドは、うんうん、そこでライブをしてるっていう老舗のライブハウスなんですけど、はい、そこで、次は弾き語りで出ますんで、はい、はい、19時スタートですね。19時スタートの僕の出番がね、多分ね、19時半ぐらいからですね。あ、もう結構じゃあ2番目なんで、そうですね、じゃあ早く行かないと、来てください、はい、ぜひ。で、火曜日なんで、はい、皆さん、安田さんのライブを見ながら、みんな京橋テレビを見てください、ね、お願いします。じゃあ、9時からですよね。だからライブを見た後は京橋テレビみたいな、ね、はい、お願いします。で、5月10日金曜日、東京の方でもね、はい、決まってて、下北沢の屋根裏、そうです、そうです、そうです、下北沢の屋根裏は、東京にまた東京のメンバーが今いて、うん、そのバンドで出るんですよ、はい、なのでまたそれはそれ で、 それで、はい、でなんか今回のファンダンゴで、はい、一旦、まあ、大阪での活動はちょっと休み、そうですね、にして、そうなんです、拠点を東京の、そうなんです、拠点を東京にね移そうと思いまして、はい、まあ、東京に住むことにしまして、はい、はい、ただまだ家が決まってないんで、家募集中でしょうかなっていう、はい、安田さんに家を提供してくださる方、はい、ね、東京でドカンとね売れて、そうですね、ビッグになって、大阪に帰ってきた際は、はい、ぜひこの京橋テレビに、ぜひただで出ていただくということで、どうぞ、大丈夫ですか、うん、ない大丈夫です、はい、出ますよ、どんな大物になっても、ただで、ね、帰ってきてもらおうという、うん、お願いします、はい、はい、ということで、はい、大丈夫ですか、何か、そうですね、個人的に聞きたいことが、はい、ちょっと時間をしてるんで、あれなんですけど、いいでしょう、はい、南ホイール、はい、行きましょうか、南ホイールに2011年、はい、一昨年出られたってことで、そうですね、はい、南ホって結構ね大きい、そうですよ、もう大阪でもかなりでかいです、音楽好きではイベントに出られたってこと、ちょっと話を、その話を聞かせていただけたらな、カメちゃん個人的に、いや、みんなも見てからもずっと言ってるやっぱりね、南ホイール出てからはそのいろいろ広がりましたよね、なんかその活動の範囲もやし、うん、なんかその、まあ、ラジオでかけてもらったりとか、うん、で、ね、802でそうなんですよ、かけてもらったり、でも CD も注文が結構入ったりとか、うん、なんか Twitter とかでもね、うん、なんかフォロワーが増えたりとか、なんかメールが来たりとか、やっぱそういうメディアの力っていうのはすごいんやなっていうのをすごい痛感しましたね。いや、いいこと言ったね、メディアの力すごいよ、うん、そうなんですよ。じゃあこれからも東京に拠点を移されて活動を広げて、もっといろんな人に知ってもらえるで、ね、京橋 TV もメディアやからね、そうですね、そうですね、頑張っていきましょうね、そうそう一緒に頑張っていきましょう、頑張りましょう、はい、はい、ということでね、最後に、まあ、はい、見ている皆さんにメッセージを軽く、何かありました、京橋 TV の皆さんに、はい、京橋 TV って突っ込まれてますよ、京橋 TV、 今日めっちゃ噛むし、うん、まあ、これね、京橋テレビじゃなくてね、京橋テレビっていつも言っちゃうんですけど、京橋 TV なんですよ、めっちゃ噛むし、間違わせ、もういいえ、ね、まあいいや、まあいいや、はい、何かメッセージあれば、はい、はい、ね、はい、とりあえずまだまだまだ頑張りますんで、ほんで僕曲がね、本当に自分で言うのもなんですけどいいんで、いい曲書きますんで、めっちゃいい曲ですよ、はい、全曲いい曲なんで、はい、で今レコーディング中の音源とかも
ぜひ楽しみにしてほしいですし、楽しみ、はい、あと今出てるね、その日常とか旅に出ようぜっていうアルバムも本当にいいアルバムなんで、ぜひ皆さんあの買ってください。はい、はいはい、そして安田太志をよろしくお願いします。よろしくお願いします。大きくなって京橋 TV に帰っ て, ってそうですね、はい、はい、さい。では今日のゲストは、はい、安田太志さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでね、このままエンディング、エンディング、ちょっとね、お付き合いください。告知がすごいいっぱいあるんですけど、いっぱいあるのに時間が押してる。まず来週の告知、来週26回目ですね、来週26回目の、ゲストはですね、シンガーソングライターのルナさんに来ていただきます。はい、富士ステーション の, あのメインパーソナリティですね。楽しみにしていてください。可愛らしいお方なのです。で、配信場所は、はい、片町カフェからなんで、皆さん観覧も来れますのでぜひ来てください。そして、宮古島区 .tv の告知もしたいと思うんですが、はい、ここ京橋のある宮古島区の旬な情報を、配信している番組がユーストリームで、金曜日の、ね、はい、朝9時からやってますので、皆さんぜひ、京橋テレビを見ている皆さんは宮古島区 .tv もよろしくお願いします。お願いします。そして4月のエンドロールのね、はいはい、ちょっと紹介を亀井ちゃんの方からしてもらって、ね、いやなんか得意な亀井ちゃんから4月、いつも見てくださってる方はお分かりでしょうが、はい、ファイアーローという、うん、前回ぐらいにゲスト出ていただいた、うん、そうですよ、小村さんもなんか毎週楽しみにしてるよって書いてくれましたね。はい、そう、ファイアーローというバンドのロックバンドなんですが、はい、君のことをという PV が流させていただいております。エンディングすごいいい曲で、え、来月は、はい、あれですか、やらないですか、およそさんの PV PV 流しましょうか。お願いしますよ。え、ほんまですか。お願いします。イエーイ、はい、ちょ、これはまた後々話詰めましょう、はい、スタートに、ね、まあ、エンドロール、はい、もう逃がしませんよ。はい、もう喜んで、ね、そのエンドロールは、はい、その君のことなんですが、はい、あとね、もう一個ね、大イベントが、そう、ちょっと谷さんとのコーナーの時にもちらっと言ったんですけど、5月まず3日から5月3日は3日も言っときましょうか。5月3日、はい、特番がね、京橋テレビ特番が結構決まってて、すごい、5月の5月のエンドロールお願いします。安田さん、はい、もう P から P から見るんで、はい、ありがとうございます。本当に PV、 じゃあ PV、 ああ、ありがとうございます。やった、 PV 流していいですか。もう喜んで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。で、今日はテレビの方特番がいっぱい決まってまして、はい、忙しいんですけど、はい、5月3日の祝日金曜日ですね、はい、京橋ユーストリームフェスタというのが決まっていまして、はい、もう横島君 TV とね、さっきのさっきの宮古島ドット TV と合体して一日中ユーストリームで配信しちゃおうっていう、そう、もうすごいイベント、これもいろいろまた詰めて、ね、予定を立ててるので、また詳細が決まったらご報告します。はい、そして5月の14日も、これ火曜日すごいよ、決まっていて、京橋にあるライブハウスイズムさんとコラボ配信が決まっていて、その名もミュージックイズム、京橋 TV ミュージックイズムですね、決まっておりまして、まあ、イズムさんから、まあ、ライブを配信する、生で、イズムさんのライブハウスを借りてそこを生配信で、そうそうそうするっていう、ね、中継型のライブをするわけですか。そうです、もう本当にちょっと某ふんふんステーションみたいな感じで、ふんふんステーションみたいな感じで、あのアーティストバンドとのトークと実際の生ライブを配信できたらいいな、ちょっと大きい番組を今作ろうとしております。はい、ということでね、出演アーティストもまた詳細が決まれば、詳細が決まれば、はい、アーティストは徐々にね発表させていただきますので、はい、要チェックでお願いします。ということでね、今日の多すぎて告知がまたた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 たもう期間中みたいにね、ポチお疲れ様です。お疲れ様です。すいません、今日ね、いつもは9時までなん、あ、10時までのおります。そうなんです、ちょっと今日は話が盛りだくさんで、まあ、でもユーストリームはね、まあ、ゆっくりできるっていうのもね、ここがいいとこで、そうそう、好きな時に延長して、好きな時に、あ、もう言っちゃった。あ、そっかそっか、いいよいいよ、だいぶ濁らしてたのに言っちゃった。あ、そっか、まあまあ、そういうのもいけるから、ユーストリームね、そう、朝日放送、そう、もう、ね、そんなも言わない、めっちゃ言うわよ、思って、はい、そんな感じで、そんな感じで京橋テレビもどんどん進化していくので、はい、皆さん、安田さんもどんどん進化していくので、はい、お付き合いよろしくお願いします。お願いします。あ、小村さん、5月14日は見れそうだ、ありがとうございます。お願いします。張り切るよ、髪ちゃん張り切るよ。ということで、じゃあそろそろ
ろ締めましょうか、はい、今日の京橋 TV はこういったところでした。またバイバイ来週。ありがとう。5月の PV は安田さんです。安田さんです、うん一回だけ明日を